はい、やらチャンネルご視聴ありがとうございます。もう見えてますけども、本日紹介しますのはコンバージ仮面ライダーシリーズ、ナンバー88ストロンガーを、見ていただきたいと思います。もういきなり回転台座に乗せた形でストロンガーを見ていただいております。顔の作り完璧ですね、これね、ノーマルで、チャージアップバージョンが出るか出ないか分かりませんが、まあこれをね、もし塗装するとすれば、ベルトのサイドの部分と背中の赤いところですね、でこれを修正塗装する場合はとベルトのバックルと思ったんですけども、これ上手にやらないと変にかっこ悪くならないから、あまり自信がない場合は手を出さない方がいいんじゃないかと思っています。結構完璧な作りになってますよね。後ろの、ヘッドの赤い部分もちゃんとラインが入ってますけどね、ショートの場合これ入ってませんでしたからね、すごく作りは塗装は完璧に思えます。あとは稼働ができる範囲までちょっと腕を上げてみました。結構腕上がる方だと思いますね。結構このストロンガーのフィギュアで稼働ができるものはなかなか肩が上がらないものが多いんですよね。この肩のショルダーが邪魔してね。でもこれもともと肘曲がってますから、腕はここまで上げることができますので、ストロンガー得意のポーズを取らせる場合もなんか一応近い形にはできてるのかなと思います。せっかくですね、このストロンガーは電気人間ということの、仮面ライダーということもあったので、ちょっと火花を散らせた形の演出をしてみたいと思いますのでご覧ください。今回はそれを見ていただいて以上でございます。Thank you.